キーさん、今日はガイド依頼ありがとうございます。どうも、どうです。ありがとうございます。はい、今日何釣りたいんですか、キーさん。じゃあ、ヤマトイワナでも釣りましょうか。ヤマトイワナ来ましたね。今日は釣らせますよ。今日ですね、僕ちょこちょこ口コミでガイドサービスやらせてもらってまして、今日はですね、午前中ヤマトの沢に入ります、ね、一応混んじゃってるんで、まあ、朝のうち早めにいいとこ取って、まあ、ランガンスタイルでいいポイントだけ、風光明媚でですね、景色のいいとこは入りません。すいません、せっかく海田高原来てもらったのに、もうローカルが行きそうな場所だけやりまして、午前中ヤマト狙って、午後はですね、日光の川に入ろうかなと思ってます。今日は釣果中心でやっていきたいと思います。じゃあヤマト狙いましょう。はい、頑張りましょう。よいしょ。いや、ここはね、僕のシークレットなんでね、キジさん釣ってもらわないと。いや、スピニングユーザーでよかった。僕ベイト大嫌いなんで。あ、すいません。ベイトはね、やったことないですけど、僕食わず嫌いです。ここはね、もうマジ僕釣果ポイントなんで。あ、いいね、うまいな、キジさん。もうここっすか。そこメインっす。ダウンから石のこっち側から投げてください。うん、石のこっち側から投げてください、キジさん。うん、そうそうそう、そこ水入っちゃった方がいいですよ、その岩の裏から。そうそう、プレッシャー高いんで。あ、もっと前行っちゃっていいんですよ、いいとこだけ。はい、キジさん、そこまで行ってあっち狙っちゃってくださいよ。あ、細かく行くね、キジさん、結構。鏡だな、流れ早いかな、多分。そこが一番いるんで、そこ、そうそうそう。あ、いいね、思ったよりも、僕らよりも結構近づき目にされますね。僕らはもうちょっとプレッシャー気にしますけど、最初園庭のポイントをお連れしました。まず釣っていただかないと。キーさん、ここ 2,3 本いけますんでお願いします。あー、そのスプーンは重いっす。これ使いますか、キジさん、もしあれだったら。あ、いや、ちょっと大丈夫。缶スプーンありますよ。はい、あ、なんか言っておくよ。缶スプーン激釣れますけど、もしやるんだったらミノーかちっちゃめのスプーンですね。それでかすぎますね、基礎には。何やります、ね、ジャックソンとないですか。ジャックソン、あー、でもアレキでもいい。ジャックソンね、あるんだけど、アレキでもいいけど、ジャックソンもあるけどね。シンキングのなんか、え、あれはディーコンもないですか。定番で52以下がいいですね。これなんですか、シンキング。フラッシングできる銀色だったら大丈夫です。 OK。 そう、基本的には銀ですね。ワカサギカラーが一番いい、基礎は。あと緑もいい。緑か銀。いや、ARS 出さない、まだ。いや、つうかね、ARS は餌ですからね。車に乗って。ARS はもう最強っすよ。釣れない時の。あ、ちょっとスプーンやってみて。ちょっと一回ちょっと流してみて。はい。人それぞれやり方があるから。いいんじゃないですか、金のスプーン。あ、います。チェイスありました。下からロングで流してくださいよ。もう入っちゃって、そっちのコンクリーンのとこ。それが一番いい。チェイスしてますよ。ただ肩そんな大きくない。肩大きくない。うん。ここはね、まだね、日光なんですよ。もうちょっと上行くと、
大和なんですけど、急にそう、縦の方がいい。おーしおしおしおし、いいっすね先輩、釣っていただかないと。大和キーさん、あそこのあの反転流になってるじゃないですか、ええ、僕大体反転流しか狙ってないんですよ。僕も変わるんですけど、僕はここあれですかね、ここあの急に緩くなるっていうかで反転始まるところかな。伊豆の水路の系統がまだ冷たい系でしたね。あったかい方行かないと。キーさん見てください、あれ無駅あれで僕ら焼かれるとこでしたからうわー、でもすごい火事になりますよ。火事っていうか、そう全部焼いちゃうから、川入ってたらもう外出れなくなっちゃいます。スピナー好きじゃないですか、うん、スピナー使うと負けた気がするぐらい僕は釣れますけどスピナーは餌ですね。負けた気がするんであんまりやりたくないですけど、どうしてもっていう時は。そうっすか、もう ARS 使ったらズルっすよ。でちなみにその何 ARS のその元になったのがそれ。あ、これルースターテール。そう、ルースターテール。ルースターテールって僕はアメリカにいる時結構使ってましたね。そう、あのね、回転がねスムーズなんですよ ARS は。釣っちゃっていいんですか僕が。ここはね、階段全部回って唯一釣果がすごいいいとこなんですね。もう春全然ダメだったんですけど、はいはいはい、あ、わかりました、ちょっとお見せします。ちょっとやってきますね。ちょっと俺プレッシャー結構大事にしちゃうんで、いきますね。もうこういうとこでも釣れちゃうんですよ。ここめちゃくちゃいますんで、とりあえずとりあえず釣っちゃいますよ。これぐらいのプレッシャーでやってます。よし、あー今バイトありましたね。もう一回来るか。来た、落ちパク。よし、落ちパクでした。元気いいなこいつ。でかい。よし、でかい。これはなんだ、イワナですけど。日光ですね。ちょっと雨マスっぽい日光ですね。日光今だ。25、6ってとこですかね。結構長いですね。錆びてます。ああ、行っちゃいました。ありがとう。そう、マジで近距離っす、我々は。近距離の物資だらけっす、ほとんど。おるじゃん。釣ってもらうとね、僕のガイド業に響きますから。そうそうそう、そんなに OK。 石のバンキング OK。 おる？おしおしおし、 OKOK、 D インサイド、インサイド OK です。あ、いいね。おーしよしよし、おーめっちゃ来たチェイス。今いいよ。おーし、くるくる。ここ取りましょう。めっちゃ追ってきた。
もうちょっとゆっくりでいいですよ、巻きが。え、それでいいのに帰るの。いや、それがいいよ。え、変えすぎでしょ。あ、だったらスピナーの方がいい。え、今の良かったのに、インサイトめちゃくちゃ良かったのに。でもミノの方がゆっくり引けますよ、スプーンより。スプーン速くなっちゃうんで、スピナーか。そう、あ、オッケーオッケー、出た。禁断の ARS。 うわー、 D インサイト良かったのにな。おし、完璧、完璧だ。あー、フィッシュ。今カメラ回ってなかった。うい、でかかったね今。26ぐらいあったよ。釣れた。おお、釣れた。釣れてた。おお、釣れてた。日光ちゃんですね。おお、いい魚じゃないですか。そうですね。あの橋の左側にいます。お、いいね。ありありあり。おお、いい。これ左側にちょっとあれがあるんだよね、引っかかりが。なんでちょっと中心だと引っかかりがないんで。で、そこで取れた時に、うん、食った。そう、食ったんだけど、もう取れてた。反応はした、マジで。開いて。だからルアーなくす率が半端ないんですよ。あれルアーリターンとかそういうのは持ってない。持ってない。あ、そんな便利な道具あるの？ああ、ルアーリターンって何それ。 あ、そんなあるんですか。知らないんだ。知らない、何それ。なんか棒突っ込んで取るみたいなやつ。へえー、めちゃくちゃ追いあるわ。行く？行こうか。やる気ない。やる気はあるけど。ああ、めっちゃいる。めっちゃ逃げた今。あ、いいね。おーし、バイト。おーし、フィッシュ。おーし、よしよしよし。お、でかっ。 なかなかいいサイズだよね。でかっ。おー、25ぐらいありますね。おお、双子で綺麗だな。おめでとうございます。いいっすね。ここ、うん、ここはね、なぜか日光しかいなくて、本当遊びたい時に来るって感じ。ヤマト釣りたいから。大竹さんの方。そう、ここはもう本当超過望みたい時に来るって感じ。おお、しよしよしよし。おお、スフィッシュ。ナイスフィッシュ。まずチブが来ましたね。日光っすね。ちょっとちっちゃいけど。で、いいかな。あげないように。あげない、さすが。こんな感じで空中にあげない、素晴らしい。ありがとうございます。あつ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 。やばいですね。野焼きが、野焼きがキジさんの足元まで来てますよ。いやいや、あれっすね、やっぱ酔え濃いっすよ。酔え濃いっすよ、ここ。あそこ、あ、これ、そう、これいるわね。まだ3匹しか釣ってもらってないですからね。大和岩の見せてあげたいですね。
さあ次の川移動します。はい、どうですかこの景色。御嶽さん見えますか。この軽装で釣っていきたいと思いますね。あの何だったっけ、この本当あのこれぐらい の規模の川で、あれ50アップとか、60アップとかベーって出てくるんで。北海道。へえ、そうなんですね。あ、これ良さそうだな。これシルバークリックか。シルバークリック良さそう。あ、柔らかい。あれ太いのに柔らかい。あ、いや、あれ グラスなんですよ。あ、グラスなんですかこれ。って言ってもあれハイブリッドグラスだから。リールツインパワーですか。ツインパワーっす。いいな、ツインパワー高いよね。でもステラの次に一番使用者多いですね、渓流で。いやもうステラ、ツインパワー、バンキッシュ。いや、ステラとバンキッシュは系統違うんで、厳密に言うと、うん、だからあれなんですよ。ステラ、ツインパワー、ストラディックで、でバンキッシュ、バンキッシュの下がバンフォードってみたいな感じになる。なんか軽いとか、軽いしかメリットがないとか。そう、だから、うわー、いい軽装だ。めったに来ない、ティー川でございます。このティー川はやばいよ。めったに来れない、クマ多すぎて。じいさん、軽装いいっすよね。あそこ攻めたいですね。まあ、基本ここは水温冷たいんでね、普通の海田高原の水温とは違います。ここだけ御嶽直径の水が流れてますんで。キジさん、午前中お疲れ様でした。お疲れです。どうでしたか。まあとりあえずあれですね、もうあの釣れたんでよかったですか。オーケーです。一応僕ガイドの役目果たしましたよね。ありがとうございます。まだね、ヤマト釣ってないんで、これから午後の部に移ろうと思うんですけども、今日またシークレットのエリアにやってまいりました。ちょっと川はですね、お見せできないんですけども、いやちょっとガイド時間オーバーしてますけど、まだヤマトどうしても釣ってもらいたいんで、延長線で午後の部来てしまいました。いい沢だよ、ここは海田高原でもナンバーワンですね。あんま人入らないし。こんだけ虫が飛んどれば、もうライズしますよ。あ、4匹ぐらいです。おお、下に流す。めっちゃチェイスしてるじゃん。ルアーが合ってないのかもしれないですよ。ルアーがやっぱミノがでかいのかな。4号とか3パチがあったら最高ですけどね、ミノが。これって何だ。触っていって、本当はここはめっちゃおるんですよ。めっちゃおるけど、みんなここに入んないんですよ。みんな筋に入るんですよ。だから筋はルアーはちょっと無理なんで、点からやんないですか。面白いですよ。来た？マジで？いや、ルアーでもヤマトイワナ釣るってこういうことなんですよ。そんなルアー投げてくださいみたいなとこないですから。海岸から攻めたい。上、もうちょい上行きましょう。じゃあちょっとここだけちょっとやりたい。オッケーオッケー。おお、行くね。攻めますね。